ダートマス奇襲、1749年。1749年のダートマス奇襲、1749年のダートマス奇襲、レードオンダートマスは、1749年9月30日、ルルトル神父戦争の最中に起こった襲撃で、ミクマク族の武装勢力が、シグネクト地境の生在所を襲ったものである。ミクマク族は生在所労働者4人を殺し、2人を負傷させた。 この奇襲は、ルルートル神父戦争中に、インディアンとアカディア人によって、シグネクト地境で行われた襲撃の一つである。1710年のポートロワイアルの戦いで、アカディア、ノバスコシアがイギリス領となったにもかかわらず、この地は、カトリックのアカディア人とミクマク族とが主に支配しており、1749年6月21日、エドワード・コーン・ウォリスが、 ハリファクスの街を建設するべく13隻の輸送船と共に到着したのがもとでルルートル神父戦争が勃発した。ハリファクスの建設は一方的なものであり、この時イギリス軍は1726年ラル神父戦争後にミクマク族と交わした条約を踏みにじった。イギリスはミクマク族やアカディア人やフランスの攻撃に備え、ハリファクス以外にも 新京都のための街を作り、ハリファクス、ダートマス、ベイドフォード、サックビルトリデ、ルーネンバーグ、ローレンスタウンにトリデを築いた。ミクマク族は、かつての合意をイギリスが破棄し、何ら接衝もないまま、ハリファクスが建設されるのを目の当たりにした。1749年9月24日、自分たちと接衝を行おうともせずに、入植地の計画を立てるイギリスに対し、 ミクマク族は正式に抗戦を宣言した。1749年の9月30日、ダートマスで木を伐採していた6人の男を約40人のミクマク族が攻撃した。その場で4人がその場で殺され、一人は補修され、一人は逃げた。そのうち2人は頭皮を剥がれ、他は首を切られた。この攻撃はダートマスはの製材所で、 少佐のジルマンの指揮で行われたものであった。イギリス軍の命令を受けたレンジャー部隊がミクマク族の後を追い、彼らのうち二人の首を切り落とし、一人の頭皮を剥いだ。この奇襲の結果を受けて、1749年10月2日、コーンボリスはすべてのミクマク族の首に賞金をかけた。そしてミクマク族がイギリス人の頭皮に対して、 フランス軍から得ていたのと同じ金額を、ミクマク族一人あたりの頭費にかけ、アメリカンレンジャーズにその賞金を支払った。また、この仕事を達成するため、二つの招待が招集された。一つは、タイイ・フランシス・バルテロの隊、もう一つはやはりタイのウィリアム・クラプハムの隊で、この二つの部隊は、ジョン・ゴラム隊と共に活動し、ハリファクス近辺でミクマク族を探し回った。 1750年6月、ミクマク族はダートマスで作業をしていた7人の男を殺して逃避を剥いだ。8月には、オルダニー港で到着した353人の人々がダートマスの町の建設を始め、その年の秋に町のほとんどが出来上がった。翌月、1750年9月30日に、ダートマスは再びミクマク族の攻撃を受け、 五人以上の住民が殺された。10月には約八人の男が気晴らしに野鳥を打ちに出かけ、インディアンに攻撃された。インディアンは彼らをすべて捕らえ、頭皮を大きなナイフで剥いでそれを身につけ、下絵を海に投げ捨てた。1751年の3月、ミクマク族はさらに二つの奇襲をかけた。その前2年間のと合わせ、全部で6回の奇襲があったことになる。 3月には奇襲が2回行われたからである。その3ヶ月後の5月13日、ジョゼフ・ブルッサールは60人のミクマク族とアカディア人を率いてまたもダートマスに襲撃をかけた。これが1751年のダートマス奇襲である。ミクマク族の歴史の研究家であるダニエル・エヌ・ポールはこの奇襲に関してのイギリス側の数字を信用していない。ポールはミクマク族が 丸腰ののこ氷を襲う可能性はないとし、それどころか、木こ氷の方が、ミクマク族よりも武装していたであろうと仮定している。ポールはまた、ミクマク族が自分たちの土地を守るために、軍事行動を起こすのは当然であると断言している。著書 We were not the s a v a t e s で、ポールはこう書いている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。